はい、皆さんこんにちは。今日もストランデッドエイリアンドーンやっていきたいと思います。前回の続きですね。こちらの方はだいぶですね発展してきました。電気も通ってきましたので、あとは研究などをしていけば問題ないのかなと思っています。さあ、あとは、スペースシップのエンジンですね。あと、こちら、今ですね、新しい植物の方を研究しています。まあ、研究というか観察ですね。していますので、これもう終わったのかな?さあ、こちらですね。なんだろう。フルーツって書いてあるので、食べ物かな?何かの食べ物ができますよということですので、これを植えてみたいと思います。ファーミングでこれですね。他のやつは危ない危ない。雷落ちてるんだけど、そうか、こっちの方に飛来針つけ忘れてますね。このフルーツをとりあえず植えてみましょうか。これぐらいの量を一気食うか分かりませんので、まあこんなもん植えておきましょう。あと雷もちょっと怖いので、どれだ、これライトニングロッド、こちらの方を取って、つけておきましょうか。よいしょ、もう一個つけた方がいいかな。空いてる場所につけて雷が落ちないようにしましょう。ついでに電柱ですね。電柱の方も必要。危ない、落ちてるね。必要ですので、これを線が途切れない程度でつなげていって、引いておきましょうか。さあ、どこだろうな、ここら辺かな。さあ、ここのライトニングの線にもつなぎましたので大丈夫でしょう。一応家の真隣には、通るように一マス開けておきましたので、これでちょっと一周させておきましょうか。よし、金属があればできると。さあ、セメントが欲しいんですけど、セメントがまだ研究とかができないんですよね。ここにはないので、ひょっとしたら発見しないといけないのかな。一応セメントの家はもう研究済みなので、セメントさえあればコンクリートの家ができると思います。さあ、藁の方が、見つかりましたので、こちら研究をしました。こっち側にもあったんですが気づきませんでしたね。どこだ、まあいいや、どこか、ここですね。ここにあったんですが気づきませんでした。まあこちらの方は藁取っていきましょう。まあ、植えていけば、またこちらの方も作れますので、植えることもしていくと同時にですね、取ってきて、これでレンガかな?レンガの方ができると思いますので、レンガの方も作っていきましょう。電気なんですけど、風が全く吹いてないですね。こちらの面になってから全く風車が回らない時期がありますので、今まではなかったんですが、風が止まるようにもな、この地形はなってるんだと思います。そのためですね、電池の方が確保できていませんので、太陽パネルがもうちょっとないとダメみたいですね。昼間にソーラーパネルで発電した分しか使えませんので、しっかりとソーラーパネルの方も作っていかないと、今風回ってますね。風が来ない時に電力が作れないということですね。さあ、探検に行ったんですけど、そこでですね、サマンサが見つかりましたね。これでまた人が1人増えました。まずは寝る場所とかを確保しないといけなくなりましたので、寝る場所を確保しておきましょう。さあ、これで OK。あとは壁ですね。壁の方を作っておくと。よし、なんか今まで全然生存者見つかりませんでしたが、今回はめちゃくちゃいっぱい見つかりますね。よし、あとはライトもつけておこう。CPU とか、なんだろう、電子部品がありませんので、とりあえずエアコンは作れませんが、まあ、そのうち作っていきましょう。
ということで、サマンサが来た時用に、いろいろとアクティブなものですね、仕事の割り振りなども考えていきましょうか。さあ、普通にしていただけでもなぜかもう一人増えましたね。なんでこんなに増えるんだっていうぐらい増えてきています。今まで本当こんなことなかったのに。とりあえず現在 1,2,3,4,5,6,7 人になりましたね。家の方をまず作っていかなければいけませんので、まあ、ちょっと今まで物置だった場所を改装して、部屋にしていきましょうか。ベッドとかも作らないといけないし、かなり大変ですね。よし、ここにベッド作っておきましょう。今ベジレザーの方は作っていますので、ベジレザーが出来上がるまではまだできませんが、カーペットの方も引いておきましょう。いやー、本当にもう大変ですね。これ以上増えると食料の方も少し危なくなってくるかもしれませんので、気をつけないといけません。さあ、新しく入ってエミリンのおかげですね。この人農業スキルが3以上ありましたので、コットンの方ですね、綿みたいなやつを植えることができます。これを育てると布ができますので、現在クロスですね、布自分かなり困っていましたので、なんとかこれをゲットして服を作っていきましょう。結構ですね、服がもうなくて裸の人とか、いますので、気をつけないといけませんね。もう空とかもう何も着てない状態なので、かなり危ないです。さあ、武器の方もちょっと持たせていかなければダメですね。レールガンと、クロスボウしかありませんが、クロスボウ一応持たせておきましょう。はい、今更なんですが、セメントの方が作れないやと思っていたんですけど、かまどの方にですね、ベイクがあって、まあ、レンガを作れるのは分かってたんですが、こちらの方にセメントがありましたね。ということで、セメントも少し作っていきながら、セメントの、なんだろう、建物も作っていきましょう。特にですね、カーボンが手に入るまでは、なんだろう、銃とか置く場所ですね、土台が硬い方がいいので、セメントの方をしっかり作っていこうと思います。それで石の方を使うみたいなんですが、石は結構近くにいっぱい落ちてますので、こちらの方を砕いていけば問題ないのかなと思っています。いやー、それで研究したらですね、今まで木製しか作れなかったこちらのですね、なんだろう、ウォッチタワーですね、監視塔みたいなやつも作れるようになりますので、まずはセメントの方を作っていきましょう。久しぶり、かなり久しぶりですね、虫とかが攻めてきましたので、全員をこちらに呼び寄せたいと思います。よいしょ。さあ、こちらの方に来てもらって、まあ、1人ずつちょっと入っていってもらおうかな。よし、ここに入ってもらう。サマンサだけまだ武器を持ってないんですよね。ということで、サマンサは乗せられませんが、サイモンも乗せれるのかな。あー、ちょっとまだ台が全然ないな。台が5個しかないので、今7人いますよね。1,2,3,4,5,6,7 人なので2人乗れないんですね。ということで、じゃあサマンサはまず、ちょっと待てよ、こいつはクロスボウでいいので取ってきてもらいましょうか。なんか知らないけど、銃は今のところ敵に囲まれてるのか取りに行けませんので、まあ、倉庫の方に取ってきてもらいましょう。あれ、どこに、どこに置いてんだ、クロスボウは一体どこにあるんだろう。ちょっと待って、ちょっと待って、サマンサは、あ、そっちにあるのか。なるほど。クロスボウは遠くに置いてきたみたいですので、まあ取れませんね。代わりにジャックとかをここに配備して、立ち回らせましょう。虫が16匹来ていますが、まあもう銃の方も1つ稼働してますので、まあ問題なくいけるでしょう。さあ、これで終わりましたね。
ということで、今のうちに、敵がいないうちにサマンサには少し銃を取ってきてほしい。どこにいるんだろう。ここですね。ここに銃があるので、いや、これを装備してもらおうか。あと暇な人がいれば、どこだこの、ハンドルできないのかな。こちらを持って行ってもらおうかと思いましたが、持っていけませんでしたね。そしたらストックパイルがいっぱいなのかもしれないので、ストックパイルの方を追加していきましょう。さあ、コンクリートの一応防壁とかが完成しましたね。研究によって終わりました。そしてこのタワーも今まではなかったんですが、こちらコンクリートで作れるようになりました。コンクリート40とセメント40と金属が10必要みたいですね。セメントの方は今150ありますので、これを少し設置しておきましょう。7人いるんでね、いっぱいあってもいいと思います。よし、適当に立てておきましょうか。まあ、セメントの方は後で作れば問題はないと思います。ちょっとバラバラに作った方がですね、いろいろなところで被らなくて済むと思いますので、まあ、適当に作っていきましょう。あと防壁ですね。まさか防壁までコンクリート作れると思いませんでしたので、これはかなり頼もしい。ただですね、素材の方が、いっぱいセメントの方を焼かないといけないので大変ですね。壁はちなみにアップグレード的な感じではできませんので、まあ、コンクリートの壁を作り直していかないといけないということだと思います。まあ、こちらがですね、コンクリートでできたタワーとなります。防御のスタミナがですね、750と、木製のやつは250なので、3倍の強度がありますね。これで敵から攻められてもかなり防御ができると思います。よし、これであと壁の方もコンクリートに変えればバッチリですね。ただですね、まあ、自分らの出入り口としていたフェンスドアですね。こちらの方はコンクリートがありません。フェンスゲートの、フェンス系はとりあえずないので、まあ、どうしよう。コンクリートと合わせて作るなら、このメタルゲートとかで組み合わせた方が頑丈なものができるのではないでしょうか。はい、ということで、コンクリートタワーで囲みましたね。ここで人が乗って銃を撃てば、なかなか倒されることはないと思います。はい、それではですね、今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。